たいなって言われたんですよ。まあツイッターとかでさ、ツイートしてたんですけど、それこそ芸人の楽屋がなしで、ベスト4ぐらいになった時に、いろいろだと思いますって、いや、フランスって言ったら、いや、今になってみたいになったんで、すげえ腹立ったんで、この段階で言ってきます。ワールドカップのやつの選手名鑑見たり、まあ、ヨーロッパのとかそういうクラブチームのも見たりして、まあ、いい選手揃ってるなとか、一応そういうのは考えるので闇雲に言ってるわけじゃないんですけど、ただもうめちゃくちゃ難しいじゃないですか、その何が起きるかなんて分かんないし、なんでなんかこう最後はこう、まあ、インスピレーションっていうか、のなんかこういう物語になるんじゃないかなみたいなのが意外とこう重要視してるというか、例えば前回だったら、まあ、フランス優勝したんですけど、エムバペがこう10代出てきてニュースターが誕生する大会になるんじゃないかなみたいなのを踏まえてフランスの優勝を予想にしてたりしたんで、そういうなんかデータとかだけじゃなく、なんかこういう物語になりそうとか、サッカーの歴史的にこういうことが起きるんじゃないかみたいなのを割と重要視して考えてますかね。いやいや、まあそうですね、サッカーやってはいたんですけど、一応小学校から大学まで大学も部活でやったんですけど、まあ、ずっと補欠だったんで、あんま多分僕ぐらいじゃないですか、補欠なのに大学まで続ける人って普通辞めるじゃないですか。その小学校で補欠だったら中学校違うことやるし、中学校で補欠だったら高校違うことやるしみたいになると思うんですけど、ずっと補欠で大学も一応部活で、やってはいたんで、大学の時最後の大会でやっとこうベンチ入りできたんですけど、ベンチから審判の文句を言って、はい、退場になって、それで終わりましたね。僕の長いサッカープレイヤーとしての人生は、最後ベンチから退場になって終わったんで、最悪ですよ、本当に。金網の外で見ちゃいましたけど、出て行きなさいって言われて、出て金網の外で引退を迎えましたね。いやそうですね、なんであんなことなんなきゃいけないんだって。まあ良くないですからね、やっぱ審判でね、言ったら。そうですね、ちょうど代表のメンバー発表の時、はい、リアルタイムで見てたんですけど、はい、11月1日の14時に発表になって、はい、その日の19時に M1 グランプリの準々決勝のメンバー発表だったんで、正直気が気じゃなかったというか、なんか何も言わなかったです。なんかあんま変なこと言って、お前もこれから選ばれるかどうかのとこだろうってなりそうだったんで、はい、あんま言わなかったんですけど、はい、やっぱりでも久保選手とかですかね、初めてのワールドカップでこう、ね、若くして挑戦するという感じになるんで、なんかここで、まあ、久保選手がセンセーショナルな活躍したりとかすれば、もう一個こう一段く上の選手になれるんじゃないかなっていう、やっぱり本当の今までの一流の人たちってこうワールドカップで結果を出すっていうのがやっぱ必要だと思うんで、ちょっとそこは注目したいですね。まあ、どういう形で使われるのか、どれだけ出れるのかね、分かんないですけど、いや夢をなんかね、ずっと久保くん久保くんって言って子供の時からみんな見て、勝手にね夢をあんなに背負わせて、ちゃんとこう代表になってワールドカップまでこうね順調に成長してきてくれたという気持ちもありますし、ここでもう一発ガーンと、まあスペインとかねやってる子供の時いたとこですから、そこでもう大きな名を挙げてほしいですね。前田大然選手とかがもう引っかき回して、多分まあ当然ね、もうこういう時代なんでスカウティングなんかめちゃくちゃしてると思いますけど、ただびっくりさせるぐらい開幕のドイツ戦でザーってボール取りに行って、昔のねオリンピックロンドンの時かなんか、永井選手がスペイン相手にめちゃくちゃ追いかけてボール奪ってね、ゴールまでみたいなシーンあったんで、まあ多分いろいろ考えて、ああいういろんなとこできる選手というよりはスペシャリティのある選手というか、相馬選手とか、ああいう、まあ、多分三笘選手とかポイントになると思うんですけど、三笘選手も何があるか分かんないんで、そうなった時にもっと突破力同じようにある相馬選手も使うみたいな感じなんじゃないですかね。そもそもね、記者会見でなんかチャーニゴしたことばっか言いやがってとかね、森保監督も言うけど、いやあそこで全部言うわけねえだろっていうのとかありますから、考えてることは当然あると思います。
まあ順当といえば順当ですし、しかも26人にね今回はなったんで、その辺もちょっとまたいつもとは違う感じになりますし、もう本当に総力戦にはなると思うんで、なんかいいんじゃないですかね。やりたいことは割とこう見えるようなメンバーな気はしますね。いやすごい悩んだのはやっぱフランスとか、まあ、フランスもかなり、まあ、前回も優勝してますし、はい、かなりいいかなと思うんですけど、ポグバとかがなんか怪我で出られないみたいになってたんで、結構そこも痛いかなっていうのもありますし、はい、意外とね、ムバペがネイマール寄りの人になってきちゃったというか、そうなんかあのね、4年前はこう輝かしいスター街道っていう感じですけど、ちょっと悪道寄りにもなってきてるんで、あんまりここでね、2連覇してみたいな感じはちょっと浮かびづらいんですよね、はい、そうなると、まあアルゼンチンもね、メッシが最後でとかも、確かにこう見たらグループ C とかアルゼンチンがね、なんか余裕で突破しそうな気もするんですけど、どうですかね、そうどっかでこう結局メッシもそこは届かず終わっちゃうんじゃないかなっていうような気もしますし、まあクリスティアーノ・ロナウドはねユーロ優勝したんで、まあまあっていうところもあるでしょうから、いやでもなんかそう見たら、いやセルビアとか強いぞとか思う、なんかあんじゃねえかとか思っちゃいますけどね、スイスとかも。ちょっとまあ申し訳ないですけど、カメルーンにバタバタ揉めてもらうしかないかもしれないですね。どうですかね、やっぱり時代を作ってきたメッシとか、はい、クリスティアーノ・ロナウドとか、まあ言ったらネイマールも今大会が最後みたいなことを言ってたりもするみたいですから、そういう、はい、選手たちが最後にね、どう言ったらとんでもない記録を作ってきたメッシとかですけど、まあ、ワールドカップは取れてないんで、そこがねマラドーナとの違いとか言われちゃってますから、はい、そういう人たちのこう最後のになるであろう大会でどんな活躍をするのか、やっぱ、ね、ベテランになればなるほどこう味が出たりもするとは思うんで、はい、なんかそこもちょっとね楽しみというかやってくれそうな気はしますね。いやちょっと当てたいっすね。まあもうちょっと4大会当てたらね、はい、相当ですよそれはね。なんでちょっと今回取材していただいてるんで、はい、バシッと当てて、はい、サッカーの仕事をいっぱいしたいですねユニフォームもわざわざ買ったんで。そうですよね、せっかく購入されたんで、はい、そうなんですよ。だからサッカーの仕事増えないと、そのね減価償却的にこれちょっとやっぱそのもっと使わないと元取れないんで。結構高かったですか。いやそう、高い方のやつをちゃんと買ったんでめちゃくちゃ難しいすね、本当に。ただ、はい、まあ、今までワールドカップ優勝した国が8カ国かなって、はい、新しいチャンピオンは生まれないなとは思うんですよ。おそらく普通に考えて、はい、新たな国が優勝するのはまあないかなとなんとなく思ってて、はい、でなおかつスペインとドイツは、はい、優勝予想に入れたくないじゃないですかその日本と同じグループなんで、はい、優勝予想に入れるということは勝ち上がりが決まっちゃうんで、はい、そこでこのグループ E の一枠確実に消える予想はしたくないんで、はい、まあ、そこ心情的にもちょっとスペインとドイツは入れられないなというとこで、はい、そうなると、イングランド、アルゼンチン、フランス、はい、まあ、イタリア今回出れてないんで、まあ、あとウルグアイとか優勝権があるとかその辺ですけど、ここは今回ブラジルじゃないですか、ブラジルじゃないですか、まあ、とにかくメンバー本当にいいメンバー揃ってるんで、こうディフェンダーにもいい選手たくさんいるんで、しっかり守備もするでしょうし、ブラジルね、多分サッカーよく知らない人でもサッカーといえばブラジルっていうイメージあると思いますけど、ワールドカップは2002年の日韓大会が優勝してないですし、もう20年優勝してないわけですから、多分決勝にも20年行ってないんで、まあ機は熟したというか、そろそろ行くんじゃないかなっていう感じするんですけど、正直まあネイマール次第というか、ネイマールがあんまり良くない感じになっちゃったら厳しいかなと思うんで、本当にネイマールがちゃんとプレイヤーとしてのスキルをしっかりこう出して、はい、あんまり転がり回らずに
無駄に転がり回ったりなんかイライラしちゃって退場とかならずに、はい、ネイマールがちゃんと機能すればブラジルが優勝するんじゃないですかね。やっぱり2002年から20年優勝もしてないし決勝にも行けてないっていうところで、やっぱりサッカーといえばねブラジルっていうイメージありますし、本当になんか昔みたいにねこう自分勝手にというよりはちゃんと組織としてもすごい完成されてると思いますし、もうヨーロッパの一流クラブでプレーしてる選手ばっかりですから、それがねディフェンダー陣でもしっかりいるっていうところを考えたらやってくれるんじゃないですかね。ネイマールがちゃんとやってくれっていうそのイライラしたり転げ回ったりしないでくれっていうところですね。はい、まあせっかくなんでね芸人みんなでこうワールドカップはそれこそ4年前もみんなで集まってこう見てたりしたんで、楽しく見たいですねみんなで。ちょっとね4年前はねこういうご時世でもなかったんでワイワイできましたけど、今気をつけながらにはなるかもしれないですけど、それが楽しかったしみんな楽しんでくれてる感じあったんで、楽しくみんなで盛り上がりたいですよね。この全世界でやってるじゃないですか、だからすごいそこがなんかこうどこまででも先もあるし、まあ言ったら僕が今年39歳なんですけど、すごいいい時に生まれたというか、子供の時に J リーグが開幕して、そっからドーハの悲劇があって、初めてフランスワールドカップに出るというか、そっから中田秀が海外で活躍してとか、なんかその過程も全部こう見れたんで、すごいそれはラッキーだなと思うんですけど、なんかそうやってこうどん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 世界中がやってることなんで、その中での日本の成長とかも見れますし、まあ、こんだけね世界中の人が熱狂するだからそりゃ相当なんかみんなどの人たちからしてもこうグッとくるところがあるんだろうなっていう風に思いますね。言ったらねあんまりゴールも決まらないし、見る人から見たらねわけわかんないかもしれないですけど、それでも世界中があんだけ熱狂するスポーツなんで、やっぱねそこで日本代表頑張ってくれたらもっとよりいいなと思うんですけど、2020年ワールドカップ優勝国はブラジル、勝てたいです絶対に。ネイマールちゃんと頑張ってお願いします。